劇場を久しぶりに NGT48 シアターで正規メンバーによる劇場公演を開催して、それを見て、エモさに浸っている皆さん、ごきげんよう。今日はお留守番の三村日野です。まあ、お留守番なのは私がリハーサルに参加できてないからなんですけど、ちょっと先になるのでちょっとわかんないですけど、すいません。一応また来週にあるらしいんですけど、ちょっと来週本番なんでちょっといないんですけど、すいません。皆さんこんばんは、こんにちはですね。まあ夜公演あるので、ちょっと公演の内容についてはあまり触れずにいきたいので、皆さん夜公演ご覧ください。ということで、まあ私まだちょっと舞台ありまして、でまた近々ちょっと家をね、1週間ぐらいかな、開けなきゃいけないんですけど、ちょっと家をきれいにしたくて、でも何からきれいにしたらいいか分かんなくて、結局何もできてないんですよ。ただペットボトルを潰すっていうのはなぜか私の専売特許アイデンティティ、なぜかこれを待ち望んでいる人がいるということで、今日時間ができたのでペットボトルを潰します。でも いつもみたいにそんなに溜まってないんですよ。なんせ家を開けてたんで家開けてたんで、なんでちょっとペットボトル潰しますけど、いつもみたいに時間はかかんないし、いつもみたいに量が多いわけじゃないけど、まあそれなりに人から見たら、まあこれはペットボトルの山だろうっていうぐらいは溜まってるので、はいじゃあ潰していくよ。潰していくか、ね、待っててもしょうがないからね。よいしょ。さあ、まあ実際どうだったよ公演、まだ見てないかな。今日入る、それとも私が出るまで待とうとしてる、もしかして情報を遮断してる。今日見てない人も私が出るってなったらちゃんと見てくれよな。まあまだ1回しかやってない、初日だからさ、どういう今後ね、どういう仕組みでやっていくか分かんないと思うんだけど、どんだけキャプテンが説明してくれてるのかな、ちょっと分かんないなそこは。一応でも今日はもう仕事終わったんだ、早いな。今日久しぶりにほんとちょびっとした仕事のためにちょっと一回劇場に行ったんですけど、実はね、実はみんなと同じ空間にいたんですけど、そう、別に特に何もしてないので、なんかついてる、なんでオレンジジュース、オレンジジュース、そう、ほんとちょびっとだから今日本当はね休みだったんだけど、とはいえちょっとね、やらなきゃいけないことが大量にありますから、そうちょっとね、まあ今日も、まあ今日ね結構朝遅くまで寝てたから、だから別にそんなに釣れようっていうわけじゃないんで、元気いっぱい
片付かなくてさ、どうしよう。なんかさ、本当に良くないと思う私。突然のね、突然の叫びですけど、本当に良くないと思ってるし、これ何これ、でもまたさ、何、またちょっとさ、明日から、まあ明日そんなでもないか、ゲーム部だもんね。ゲーム部は遊ぶだけの簡単なお仕事ですよね。そう、遊んで楽しい、私たちが楽しむのが一番のお仕事だから、ゲーム部はね。ただ今回つぐちゃんだからな。でもつぐちゃんゲームそんなに全くできないわけじゃないと思うんだよな。だからね、私ゲーム部の頭脳をやらせていただいてるんで、あそこいつもボケてんだけど、なんかあんまり突っ込まれないんだよね。ちゃんと突っ込んでほしいな、2人に。毎回違うこと言おうかな。ゲーム部のブレイン、ゲーム部の頭脳、ゲーム部のデータとか全部言ってこうかな。全部言っていつか誰かに突っ込んでほしい。なんやねんそれ。うちのグループって誰が突っ込みできるんだろう。今リカさん、ニキは同期って誰が突っ込みできるの。結構私いつも突っ込んでるイメージあるんだよね。ヒノがボケてもさ、それが本物だと思われちゃうの。え、ヒノっていつもそんな感じだよねって。ヒノってだってそうじゃんって言われるの。違うだろって。そうじゃないだろ、ボケてるだろ。冗談でもそんなこと言わないよって言われるんだけどさ、いや冗談だから言ってるんだけど。よろしくお願いします。え、私結構発言の8割方冗談ですけど大丈夫ですか。結構真剣な時以外はだいぶ冗談で成り立ってるんですけど、私って結構、もしかしてそれ伝わってないですかね。私の発言は8割方冗談なんで、あんまり信用しない方がいいですよ。はい、あ、ちょっとそう言うとちょっとアイドルとしてあんまりいいかな。別に普段話してる言葉の大抵は冗談です。私はこれも冗談だからね。いやー、やっぱちょっと、いやー、やっぱりちょっと、ちょっと人類には早いのかも私のボケは。ちょっと私の冗談は通じないのかな、みんなに。まだちょっとみんながまだ時代、じゃあ時代が私に追いついてないから、そうそうそう、時代が私に追いついてないからみんな困惑してるけど、違うよ違う、私が時代の最先端な。よっこいしょ。だからさ、あんまり通じないんだよね冗談。みんな、みんなっていうか、みんなが別に冗談通じないんじゃなくて、私の冗談が通じないだけなんだけど、なんでなんだろう。私が真面目だから、真面目で不真面目やってるから、なんでだろう。私はこんなにも必死にボケてるのに、なんでなんだろうね。これもボケだからね、わざわざ説明したくはないけど、そう、こんな、そんな真剣に悩むことないだろうっていうボケだからね。
で通じないの？じゃあ逆に聞くけど、なんで？なんだこれ。あー、ゴミか。大抵私が言ってることは冗談だと思っていいんだよ。マジとボケの境界線がわからない？なんだって？じゃあ真面目な話、真面目な話か。真面目な話、真面目な話か。なんだろうな、最近思った真面目な話。真面目な話か。そうだな。むずいな。耳の日のは真面目だけど、真面目な話が得意ってわけじゃないからね。知らないかもしれないけど、分かった。三村日のは真面目である。しかし真面目な話ができるとは限らないのである。ペットボトルを投げ入れてゆく。あ、でももうそんなないな。本当にガチ、まあ、いなかったからね。真面目な話、なんだろうな。あ、生誕祭は本当にいつできるのかっていう話ぐらい。みんなが聞きたいけど聞きたくない話。よいしょ。そうだな。あ、でもペットボトル本当こんなもんか。 あっちにあるわ。ちょっと取ってくるか。よっ。
こいしょ。この服絶対寒いよな。今も水を2から4リットル飲んでるの？6リットルな6リットルだよ。出たよ今日は。外別に寒いなって思ったぐらい。お前もこうしてやろうか、イロハス。真面目な話。そうだな、真面目な話か。グラビアで真面目な話はできないよ、私の性格上全部ふざけちゃうよ。真面目な話か。私演技でさ、今回ララをやった時に怒りの演技があったのね。怒鳴るというかさ、マジふざけんなよみたいな、なんかそういうなんていうの、ガチ怒りね、怒鳴りみたいな、そういうのがあって、まあところどころ稽古中のショールームでも話したけど、まあ、それがすごく難しくて、なんでかって言ったら私はそういうのやんないから、だからすごい大変だったの。その感情を作るというか、感情を作るだけじゃなくて、そもそも怒鳴るために私は生きてきてないので、なんつったらいいの、どう怒鳴っていいかが分かんないのね。それ1回2回じゃなくて結構あるからさ、何度も喋り方とか相手への伝え方みたいな、普通に会話、演技、セリフが決まってるとはいえ相手への伝え方で演技になるから、だからそれがすごく難しくて、なんかどうしたらそのなんていうのかな、どうしたらちゃんとその変に芝居じゃなくて本当にララが怒ってる状態になれるかが分かんなくて、なんでかって言ったら私が怒ったことないから、それがすごい難しかったの。でまあ最終的に共演者の方みんなでみんなでこうしてみたらああしてみたらっていうのをやって、一回やったらそれ掴んだんですよ。ちょっとそう、ちょっと掴んだのよね。だから本番は結構見れるぐらいには怒れてたと思うの。ひろちゃんってこんなに怒れるんだレベルのね。そうそうそう、まあ本番見た方は多分分かると思うけど、ひのちゃんってこんな怒れるんだって思ったでしょ。私も思ったからね、私ってこんなに怒鳴れるんだって。で演技で一番難しかったのはそこ。じゃあ今度怒られに行くね。おめえ帰れよおめ帰れよ、何しに来たんだよ。今のは急に言ったので下手です。
ったことない人間なんていねえだろう。あ、場合によっちゃあの、でも私は止まったことはないから基本的にさ、まあなんだろう、全くないって言ったら分かんないけど、覚えてないけど、その本当に感情怒り 100% で、お前ふざけんなよ、うんちゃらかんちゃら、だんちゃらかんちゃらとか、黙れとかさ、帰れとかさ、そういう本当に怒り 100% で怒ったことは私の記憶にはなくて、もっとあの泣きながら怒ることは人生でまあ1回2回ぐらいあるかなっていう感じ。でも別に私は基本的にそういうイライラしないタイプの人間だけど、全くしないわけじゃないのよ、もちろん。もちろんそれは人間なんだよね。だから私が全人類で苦手とする人種は人の話を聞かない人なんですけど、そう、そう、人の話を聞かない人がまあ柔らかく言うと好きでないんですよね。そういう人にイライラすることはもちろんある。それがきっかけでその人のことを嫌いになるわけじゃないけど、なんでこの人話聞いてないんだろうってなるから、そう、私はね逆に人の話をね絶対聞いちゃうのよ。聖徳太子やっちゃうのね、その場にいると。だから聞きたくない会話とかも聞いちゃうし、耳を塞ぐってことができないタイプの人間だから、そう、地獄耳かつ耳がいいんで、ちょっとした小言とかちょっとした話でもなんか多分その場にいる情報、目、耳、鼻、口、全部その五感を使ってその場にいる情報を得て安心感を得ないと私が多分ダメなタイプなんだよね。疲れちゃいますけど、繊細な人なんです実は私。そう、繊細な人だからさ、ここは安全だっていう野生的証拠がないとちょっと私安心できないタイプらしくて、そう、だからこの世に知らないことがあるとそわそわしちゃうタイプなんですよ、ざっくり言うとね。だから何でも調べちゃうの、わからないことが存在してることが怖いから。だからわからないことは全部調べちゃうし、疑問に思ったことは全部 Google 先生に聞くのよ。自分で調べるじゃなくて、もう簡単な、もうほんとざっくりでもいいから全部調べる。で、え、これどういう意味なんだろうって思ったらさらに深追いして全部調べる、で解決させる。っていう性格なんですよ。うん。まあでもなんとなくわかるでしょ。繊細なんです、だから私は。大事にしてね、みんな。今のは冗談ね、真面目な話から冗談の話です。
あ、でも途中までは全部真面目な話ね。これは三村ひなの性質を表しているので、とっても大事な話。あの最後の大事にしてねだけが冗談。わざわざ説明させんなよ。これも冗談。よいしょ全部冗談か本気か言うっていう。基本的に三村は穏やかな人間ですからね。みんなが思ってるより私が荒ぶってたとしたら、それは大抵演技冗談。まあそういうつかめない人間でいきましょうよ。もうそういうことにして、ひのちゃんって何が本気で何が冗談か分かんないよねっていう人でいよう。じゃあ私がこれから、てかそういう人なんだろうね本当に。知らんけど、だってさ改めてララをやって思ったけどさ、三村さんってあの普段喋ってる時よりもセリフ言ってる時の方が感情豊かじゃん。今こうやってショールームで喋ってる時もさ、結構棒読みなんですよ自分の考えを喋る時って。結構そのスーって、そう思わない？普段の時の方が棒読みというか感情なさそうだよね感情なさそうだよねはすごい中二病っぽいけど、でも結構的を得てると思ってるんだよね。おい、ペットボトル潰し終わっちゃった。早いですよ、だからこれしかないんだもん。じゃあ他のものをまとめるか。ちょっとはまあ綺麗になった。まあ結局え、何30分しか経ってないの？それ短いわね。よいしょ。よっこいしょ、よいしょ、ごらしょ、どっこいしょ。あ、毎回荷造りしなきゃってなるんだよね。別にそんな荷造りが大変なわけじゃないけどさ、荷造りしなきゃってなるよね。人間ってそういう生き物だよね。よし、いつもゴミバラバラなとこにまとめちゃうからさ。よくしょ。そう、ラジオは5時から。みんな見てね。見てねじゃねえわ、聞いてね。楽曲会議に楽しみ。
でしょうねでしょうね、よいしょ、どうしよっかな。テロップ、そうだね、どうしよう、どうしようか。でもな、部屋片付けてるのはそうなんだよ。でもさ、ペットボトル潰し以外をさ配信しながらやるってなるとさ、ほとんどその場にいないんだよね。ちょっとそれはだから無理だよ。ラジオが3倍楽しくなる聞きどころ、そうだな、ラジオの収録が私舞台千秋楽東京公演の次の日だったんです。だからいつもより三村ひのがあのアイドルじゃなくてアイドルになりきれなくて全然喋れてないっていうの念頭に置いて聞くとちょっと面白いかもしれないですね。そう、次の日だったんよ。次の日わざわざ新潟に戻って撮影ってか収録してるから、だからめっちゃ喋れてなくて、ララが無口だからさ、ガチ喋れなくて本当申し訳ないなって思いながらやってた。まあまあそれでも最低限喋ってますけど、もちろんちゃんとね、まあ、よかったらそこをちょっと考えてみたら。さ見た、すごくない？私さ自分で、あ、ちょっと全然足りなかったんだ30秒って思ってさ、ショック受けてたんだけど、いやまだまだだなって思ってたら、あの計算したらさ、その後ろ向いて振り返って喋る瞬間から後ろ振り返る瞬間で30秒ぴったりだったの。私ガチでびっくりしたって。そう、あの頭20秒企画説明して、その後30秒だったんだけど、で50秒でただただ私は最後リアクションをするだけだったっていう、びっくりしちゃった、こんなぴったりなことあるんだって。あまりにもさすがだった、すごいよね。別にあれね、別にあれこういうカウントがあったわけじゃないから、普通にただ私はこんぐらいかなと思ってやっただけというか、こんぐらいかなと思ってすらいなかったんだけど、すごいよねあれ、地味に、地味じゃないか、だいぶすごいよ、感動しました私は。だからちゃんと30秒間役になりきったっていう、褒めてほしいね。あれ本当にね、みんなそれぞれバラバラでね、そう違ったんだよね。
あ、めっちゃ落ちてきちゃった。よいしょ。よし。なんかまあそこそこ綺麗にはなった。ちょっとだけね。背中ちょっと穴開きがね、穴開きがちょっと穴開きがちょっとじゃねえか。思ったより刀じゃねえわ、片付いてしまったような気もしなくもないが、どうしたものかね。ゲームしたいな。ゲームしたいな。今何時？4時9分。4時9分らしいわ。ワンちゃん配信切って。プロセカ最近あんまできてないよ。ログインしかできてない。そりゃそうだよね。私服で肩出し珍しい。そんなことないぞ着れるの着てるだけだからな。私は別にこれは何度か着たことある。そうだ、今日さ仕事の帰りにアニメートに行ったんです。じゃーん、プロセカの公式ビジュアルファンブックボリューム2を買うためにで、ちゃんとあのアニメート限定のを買ったんですけど、開けよう。ちょっとこれさすがにちょっと東京持ってくのあれだから。前回もねちゃんと買ってるんで、第2弾ですけど、マグネットかわいいゆい。全然他の場所がどんな特典なのか知らないけどアニメートで買っちゃった。はい、星野一華です。花里みのりです。あずさは小羽根です。で、松笠さん。よいさきかなで。初音ミクです。はい、もう全然似てないものまね。え、かわいい。みんな最高だよ。見て、かなでちゃんかわいいね。ゴミついとる。
小羽ちゃんの顔にゴミついてる。取れた。よし、冷蔵庫に貼ります。このね、ビジュアルファンブック中身見るわ。じゃあ中身見るわ。すいません、ちょっとこれはね、あのこっち置いとこうと思うね。はあ、綺麗だね、いいね。お、増えたね、さすがに。うわうわうわ、いいね。あ、多分これ中身見えてないよね。全身絵が見れますよ、かわいい。エナなんてクロローファーなんだ、知らなかった。そう、衣装のね、細かいのとかね、見れますからね。初音ミクです、いいね、増えたね、写真。うわ、かわいい、イラスト。あー、流星のパルスのいちか様だ、かっけー。テラテラも入ってるじゃん、テラテラの衣装も入ってる。かわいいね、みんな。しずく様、しずく様、しずく様、顔がいいね。こはねちゃん、わあ、フライヤーのこはねちゃんの足。ああ、このカラフェスのあんちゃんの顔好き。出た、トウヤキュン、トウヤキュンの、トウヤキュンのこのぷよぷよの時の顔が好き。シオンイラスト初めて見た、これと私特訓してないんだ。みじゅき、あ、ミクさんだ、ミクさん。あー、このイラストが好きなんだよ私、カラフェスの。リエンちゃん、リエンキュン、あー、ルカさん、人形ルカさん大好き。あー、ルカさん、チャイナルカさん大好き。メイコーさん、カイト兄さん、カイト兄さん、カイト兄さん、ハッピーバースデーの皆さん。わー、結局ね、ニーゴとミクさんはゲットしました、私。あ、悪の滞在シリーズコラボのイラストまで入ってるんですか。うわー、かー、邪魔ー。はっ、サブキャラクター、あ、相関図です、相関図です、皆さん、相関図。え、他のグループのメンバーとの、はっ、呼び方とか書いてある。しずくさん多くない、ちょっとキャラクター相関図。いやー、かなで少な、3人しかいないやん、もっといるだろう。あー、いっぱいいる。んー、サブキャラクター、年齢が書いてある。
若っ、みんななんか若っ、16歳とかいっぱいいるんだけど、やめて、本当にやめて、なんかさ、やめてほしい。背景も抱えてますね、いっぱい。 3D ステージ、え、 3D ステージとかあるんですか。え、 3D ステージビジュアルとか書いてある。最高じゃん、すごすごい、へえ、やるやんやるやんとは。少女霊、わ、少女霊のステージこうなってるんだ、知らんかったわ。惚れ惚れしちゃうね。ニーゴだ。ニーゴのステージってマジでどうなってるかよく分かんなかったけど、こうなってるんだ。斜めなんだね。ストリンボベンビー、君の夜をくれってこうなってるんだ。え、え、乙女解剖、あれね、乙女解剖って 3D なんてあったっけ。ちょっと待って、まあいいや、これちょっと中身だからあんまり言わないでおくけど、あれ、おっと、ちょっとこれはどういうことだい、どういうこと、ちょっと待ってね、ツイッター案件ですか、もしかしてこれは。え、どういうこと、何来るの、ツイッター調べてみよう。存在しないはずなのになぜか乗ってるステージ、それな、ちょっとこれはみんな買ってみて。何追加されるの、それならもう一生待ってるよ。最高じゃん、バーチャルシンガー、キャラクターのライブ、うわ、衣装も全部書いてあるぜ、すごいね。ガチャイベントロゴ M56 すごい、イベントビジュアルもあるわ、かっけー。ジャケットアート、お祝いイラストも書いてある、ありがてー、かわいいね。はい、好きー。読破、あとでゆっくり見よう。よいしょ、確かにテロップ、テロップ、いいや、もうペットボトル。あとね、違うの、今日ね、アニメと言ったら、見て、ゆりか様、私が
コロナで買いに行けなかったゆりか様のアクスタが私の最推し。ゆりか様がいっちゃん好きだよ。大好きだ、君が大好きだ。大好きだとかそういうレベルじゃないから、大好きですだから。ゆりか様敬語使わないとダメだから。はあ、初期久しぶりにアクスタを買いました。最近ちょっとアクスタ買うことなかったんでね。かわいいね。あ、もう並べたくない私と。だ、めっちゃ最近の美女って感じ。なんかその私が好きだったゆりか様の美女ではないっていうのは一応。私が好きなのはもうほんと土初期のゴシックロリロリしたゆりか様が好きなので、ちょっとこれはね優しいんですよ表情が。もっとキッキッってなってるゆりか様が好きなんですけど、まあ10周年なんで、あのアイカツが白飛びしちゃう。まあ初めてゆりか様のグッズですかね。普段あのアイカツはグッズ最近ね出してないので、かなり久々に。ゆりか様がいっちゃん好きだよ。ゆりか様がいっちゃん好きです。そう、今まで私推しってさあんまりいないって話はしてきてると思うんですけど、私の人生の今までの一番の推しがゆりか様です。ああよし、25分か、そろそろかな。もうペットボトルは潰したし、あとは私がよっこいしょ、私があとは荷造りするだけだもんな。終わるかね、ご飯食べてないし。今日の予定を考えて、まあ皆さんじゃあ5時からは、BSN ラジオさんにて NGT48 ななみはるのラジオピオ特別番組でございます。ショールーム選抜の優しさの重さんが初解禁、音源初解禁になりますし、あの他にもいろいろ裏話的なのがあるので、まあ普通にトークですね、音源初解禁のためのラジオ番組ですので、ぜひ皆様ご覧ください。ということで、じゃあ今日は配信はこれで終わり。壇上読みます。13位鍋俊、32位アップルシード、31位、あ、ごめん間違えたね。13位アップルシード、32位ホークさん、11位ムッチャーさん、10位ケイさん、9位ベロさん、8位クジチーさん、7位マスルさん、6位イチタさん、5位突破球さん、4位シンイチさん、3位サンちゃんだよさん、2位ヒヨリゲタさん、1位トウゴさん、ありがとうございます。ということで、5時半からはまた新公演の配信がありますので、ぜひご覧くださいませ。それでは皆さん、また明日。明日は分からん。それでは皆さん、また明日。おやすみ村、バイバーイ。